SDGs、 それは2030年までに達成すべき世界共通の目標。今回紹介するのはこちらのテーマに取り組む会社です。南関町にある山地区は竹の橋を作る会社。創業から50年以上、一貫して国産の竹にこだわり、職人の手仕事による竹の橋作りが受け継がれてきました。材料の加工から製造販売まで手掛ける全国でも数少ないメーカー。しかし、なぜ国産の竹にこだわっているのでしょうか。成長が早い竹っていうのは、やっぱ日本だけじゃなくて、世界的にも持続可能な資源としてやっぱ注目されているので、けど一方地方で見てみると、成長が早い竹に活用が追いついてない。なのでやっぱりその山が荒れてしまっている現状があるので、やっぱそういう地域資源をしっかり生かしたものづくりを続けていきたい。昔ながらの製法で行われる山地区の鉢づくり、まずは竹の加工です。一本一本厚みや曲がり方が異なる竹を専用の機械で棒状にカットします。その後、独自の釜でしっかりと乾燥させ、ようやく箸の材料ができます。竹の加工は難しく手間がかかるのです。切る人たち、竹を切り出して、材料に加工する人たちがやっぱ減っている。やっぱ理由はやっぱり輸入品、安価な輸入品が入ってきたり、あるいは代替素材であるプラスチック製品が増えてきたり。そんな中、技術を受け継いでいるのは多くの女性社員。竹の特徴を見極め、箸の形に削り出していきます。女性たちのアイデアで色や形も様々なものが生まれています。長年竹の箸を作り続けてきた松原さんは、作り手としての思いについて。国産の地元の竹を使って私たちが作ってますっていうと、お客さんも驚かれるんです。でそこで軽さとか使い心地とかしてもらうと、またまたびっくりされるんで、そういうところで普及というか、その竹のお箸にみんなが戻ってきてくれればいいなと思ってます、軽くて使いやすい山地区の竹箸は、和食ブームとともに海外での人気が高まり、注文が殺到。日本でも竹の良さが見直されるようになり、2年前には自社ブランドの商品を開発しました。デザインや機能性を追求したこだわりの竹箸です。資源としては持続可能だけど、そこに携わる人の営みが持続可能ではない現状があったので、僕らは竹のお箸を広めることで、その人たちの暮らしも豊かにする。加工の際に出る竹の切れ端は乾燥機の燃料として燃やしたり、アクセサリーなどを作ったりして、無駄にせず再利用しています。 SDGs っていう言葉が言われて久しいですけど、その原点にあるのは、僕はその想像力だと思ってるんですね。どんなものとかどんなサービスでも誰かの一生懸命でできている。そこを踏まえた上での、僕らはそのものづくりっていうののあり方とか、あるいは商品の伝え方は考えていかなきゃいけないなっていうのは感じます。里山の保全にもつながる竹箸作り、南関町山地区の未来への形です。